このメロディーもよく聞きました。ル・クプルさんの歌で、いい歌でした。ボーカロイドのはるかさんに歌ってもらいましたが、コンピュータが作り出した声とは、とても思えないほど、いい声に聞こえました。地道な作業も必要ですが、完成すると、とても、嬉しいものです。会えなくなって、どれくらい経つのでしょう。出した手紙も、今朝ポストに舞い戻った。窓辺に揺れる目を覚ました若葉のように長い冬を越え今頃気づくなんてどんなに言葉にしても足りないくらいあなた愛してくれたすべて包んでくれたまるで日だまりでした。菜の花燃える二人最後のフォトグラフ送るからねと約束果たせないけれどもしも今なら優しさもひたむきさも両手に束ねて届けられたのにそれぞれ別々の人好きになってもあなた残してくれたすべて忘れないで誰かを愛せるように広い空の下二度と会えなくてもう生きてゆくのこんな私のことを心からあなた愛してくれたすべて包んでくれたまるで日だまりでした。あなた愛してくれたすべて包んでくれたそれは日だまりでした。ご視聴ありがとうございました。